はい今日はですね一発でミスなく書く方法というのを解説していきます、えー、まずねこれ皆さんご覧いただいてわかるように全体のね頭の形は丸で取ってそしてですね今髪の毛の線ね前髪の線で分けましたそして全体をこのように髪の毛のフォルムを決めて次髪の毛いってますで、ね、そしてここですねここが超重要です目は後に書いてるんですよねここまで髪の毛と肌の面 顔の面を分けてここですごいもう全神経を集中してですね目と口の位置めちゃくちゃ頑張ってこれ決めてますここ一番多分ね本気で描いてるポイントですでもここまでね絵がもう決まってきたらあとはディテールとかニュアンスを最後に描き足してますで最後ねまあかっこつけでちょっとこんな感じで陰影ね髪の毛を濃く描いて終わりですはいではですね皆さんも同じように描いてみてください